はい、どうもシャノンです。というわけでね、チャンピオンズリーグ2022の詳細なんかがね、めちゃくちゃいっぱい発表されました。9月からね、シーズンも切り替わるということで、チャンピオンズリーグ以外にもね、いろいろな発表がありましたので、それをしっかりとまとめてね、紹介していきたいと思います。やっぱりね、目標だったりとかスケジュールを立てた上で大会に取り組んでいくっていうのもすごく大事なことだと思いますので、これを見てね、ライバルに差をつけていきましょう。はい、まずね、チャンピオンズリーグ2022がスタートするわけなんですけれども、CL 横浜がね、中止になってしまったということでね、非常にね、残念だというような意見もたくさん見えていたんですが、なんとね、10月3日にチャンピオンズリーグ京都がまず開催されますということでね、めちゃくちゃ近いですね。フュージョンアーツが発売するのが9月24日になるので、そこから約ね、10日後ということで、フュージョンアーツ環境の大会になってくるわけです。で、チャンピオンズリーグはね、抽選確率アップキャンペーンっていうのをね、やっていまして、簡単に言うと、落選した数だけ次の当選確率が高くなるよっていうようなね、制度をやってたんですけれども、シーズンがね、切り替わるということで、今まで落選していた人もね、今まで当選していた人も、今回の CL 京都は一旦全部リセットということになりますので、今までね、落選していた人からしたらね、結構残念なリセットにはなりますと。ただね、これまで参加できてた人も、絶対に落ちるというわけではなくて参加できる可能性はありますよというような内容になっています。で、 CL 京都に関しては抽選免除枠というのがあるみたいですね。で、これは、7月に開催されたポケモンジャパンチャンピオンシップスの上位250位以内に入っていた人がこれの対象になるということでね、シャロンはポケモンジャパンチャンピオンシップスではベスト64でしたのでね、抽選免除で参加することができますので頑張っていきたいと思います。はい、そしてその次がね、11月3日に CL 福岡が開催されます。で、これがね、祝日水曜日に開催になるわけなんですけれども、これね、平日に挟まれているので、例えば関東済みの社会人の方とかはね、全泊したりとか終わった後に関東に帰ってくるっていうことがね、有給とかを使わないとかなり厳しいと思うので、日程的にはね、結構関東の人だとね、出れない人とかもいるんじゃないかなっていうような日程になっていますね。そしてここまでが年内の CL になっていまして、2022年は3月27日に愛知大会が開催されます。でね、ここはエクストラレギュレーションのね、チャンピオンズリーグが唯一あるみたいなので、エクストラレギュレーションをね、普段から遊んでる方なんかはこの愛知大会にぜひ当選してエクストラレギュレーションで勝ちに行くっていうのを狙った方がいいかもしれないですね。で、5月8日が横浜大会になってますね。CL 横浜が中止になってしまったんですけれども、ここでね、振り替えみたいな感じで開催されるみたいですね。はい、で、チャンピオンズリーグが開催されるのはこの4つになるわけなんですけれども、今回ね、上位賞が少し変わっていましたね。今までって WCS の権利が手に入るのがベスト8までもらえるチャンピオンズリーグもありまして、それこそね、壇ノ浦さんが準優勝した CL 横浜なんかはベスト8からが世界大会 Day1 の権利だったわけなんですけれども、今回の CL は全部ベスト4以上からが Day1 の権利ということでね、ベスト8では世界大会の権利がもらえないということなので、少しハードルが上がってますね。これでね、泣く人がどれぐらいいるか気になるところです。で、6月にね、ポケモンジャパンチャンピオンシップスも開催されますよというような感じになってます。で、これはね、チャンピオンシップポイントが上位200位以上の人は抽選免除で参加できるみたいなので、来年のポケモンジャパンチャンピオンシップスに参加するためには CSP ランキングで上位200名に入るっていうのを目指す必要があるので、後でね、シティリーグについても話すんですけれども、シティリーグなんかを頑張っていればこの PJCS に確実に参加できるのかなというような流れになってます。で、2022シーズンの、チャンピオンズリーグジャパンチャンピオンシップに関してはこの5大会になりますね。で、結構噂されてますけれども、やっぱりレギュレーション変更がね、おそらくあるんじゃないかなと言われてまして、もう完全にね、シャロンの個人的な予想になりますけれども、年内に開催される京都大会と福岡大会に関してはね、Cレギュレーションのカード使えるんじゃないかなと思っていて、で、次の大会がね、3月27の愛知大会になるんですけれども、この時にはね、Cレギュレーションのカードも使えなくなってるんじゃないかなっていう気がしますね。なので、もちろんね、発表は途中であると思うんですけれども、年内 Cレギュレーションで、3月の大会からはもう完全なる新環境、溶接工だったりとかね、タッグチームなんかが使えなくなってくる新環境になってくるのかなと思ってます。楽しみですね。はい、で、シティリーグなんですけれども、
まあ、今回ね各地で緊急事態宣言が発令されたということでシーズン3で参加できなかった大会が中止になってしまったっていう人ねすごいたくさんいたと思うんですけれども、さすがカブポケ、アディショナルシティリーグ2がね発表されていました。アディショナルっていうのは、まあ、緊急事態宣言とかそういうもろもろの事情で大会が中止になってしまった人向けの救済措置みたいな大会になってまして、まあ、中止になった人だけが出れるっていうような大会ですね。でシティリーグのスケジュールなんですけれども、まあ、10月と11月にまずシーズン4がありまして、これはねみんな出れますと。で12月と1月にアディショナル2があるみたいで、まあおそらくねこの12月と1月の間にこのシーズン3を大会が中止になって出れなくなってしまった人が出れる大会になってくるのかなという感じです。で2月と3月にシーズン5、4月と5月にシーズン6がありまして、シティリーグが以上というような形になります。いやーアディショナルはね1回目はありましたけれども、2回目はないんじゃねっていう風に個人的には思ってたんで、シャロンはね出れましたけれども、出れなかった人かわいそうだなと思っていたんですが、さすがねしっかりと配慮をしてくれていましたということですごい嬉しいですね。あともう一つね、トレーナーズリーグっていうね、1人30ポイントまで、シーズンで稼げる大会があるんですけれども、それもね、シーズンが切り替わったことにより、今まで30ポイントまでしか貯めれなかったのがね、60ポイントまで貯めれるようになってましたね。すでに30ポイント稼いでいた人も追加で30ポイント稼げるし、今まで稼いでいなかった人も上限60ポイントまで稼げるっていうことで、まあ、これはね、もらえるね、特典で、プレイヤーズセレモニーじゃなくて、今回お祝いファンファーレかな、みたいなカードもありますので、まあ、CL とかね、シティリーグとか全然出てないよっていう人もトレーナーズリーグでチャンピオンシップポイント貯めるっていうのは結構いいんじゃないかなと思います。あともう一個ありましたね。チャンピオンズリーグで手に入る景品も変わってましたね。で、これがね、個人的にすごい良くって、デッキシールドね、今まで赤とか青とか緑とかだったんですけど、今回黒で、これめちゃくちゃかっこよくないですか？黒と金ってね、まあ、僕の大好きな白ナ様カラーでもあるというところで、めちゃくちゃいいなと思ってね、まあこれトップ32に入らないともらえないんでね、相当勝たないといけないんですけれども、これがもらえるってなるとかなりやる気出ますね。さらにプロモカードもね、穴抜けの紐になったということでね、今まではね、友達手帳だったりとか、元気のハチマキだったりとかね、まあ、若干使いづらいね、カードだったんですけど、穴抜けの紐めちゃくちゃ汎用性あるカードなんで、シャロンね、ミラー好きっていうことでね、この新テキストのミラーって多分このプロモしかないはずなんで、穴抜けの紐ね、これめちゃくちゃ欲しいですね。もうなんならね、3枚ぐらい欲しい、レベルで欲しいので、かなり勝ちたさありますね、はい。はい、というわけでね、まあ、今回の大会周りの発表は、まあ、以上になるんですけれども、一応最後にねおさらいという感じでまとめておくと、まあ、CL がね10月3日から始まりまして、年内には10月3日の京都大会、11月3日の福岡大会、そして来年には3月27の愛知大会、5月8の横浜大会、そして6月にポケモンジャパンチャンピオンシップスがありまして、そのポケモンジャパンチャンピオンシップスの後にランキングが確定、世界大会に出場できる選手が決まるっていうようなね流れになってきて、8月に無事に世界大会が開催されればね、世界大会にみんなで参加するっていうような流れになるかと思います。でシティリーグはね、10月と11月にシーズン4があって、2月と3月にシーズン5、4月と5月にシーズン6がありますよというような形になりますので、世界大会を目指す人はね、まあ、この CL にしっかりと申し込んで当選したら頑張って、シティリーグにも申し込んでシティリーグでも勝つという風に世界大会を目指していくのがいいと思いますので、しっかりとねスケジュールを確認した上で自分の時間を確保してがっつりとね練習していきましょう。シャロンもね CL に向けた動画なんかもガンガン出していくつもりですので、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。